大木戸、森上門は、兵庫県内郡魚、崎村出身の元大相撲力士、第23代横綱。本名は、内田光造。青年月日は、1878年11月2日とする説が有力だったが、大木戸の後に港を襲名した呼び出し、滝山の青年月日であることが判明した。1876年5月13日に、 奈良の生一本で有名な兵庫県うない群、魚崎村で、酒樽製造業を営む家に生まれた。体格の良さから、地元の子供相撲では、大関として活躍し、あまりの力強さに、成果の樽を壊してばかりだったという。公安労働で荒仕事をこなしながら、草相撲でも活躍していたところ、日清戦争の従軍中に知り合った大阪相撲の力士の紹介で、第十三代、 港由良絵門に入門し、1896年9月場所で、大木戸平八の四行名で、初土俵を踏む。1898年10月場所で三段目に、昇進した際に、大木戸森上門と改名、1903年1月場所で新入幕を果たす。大阪相撲では、無類の強さを誇った、初の公認横綱若島健史郎に唯一、 立ち打ちできる力士とされていた。その言葉の通り、小結だった1904年1月場所、さらに、関脇へ昇進した同年5月場所と連続して若島を破り、1905年1月場所には大関に昇進した。この入幕から大関昇進の時期には、東京相撲との合併工業と巡業が行われており、東京の日立山谷上門に目をかけられ、 稽古をつけられていたことが、スピード出世につながった。大木戸自身も日立山に可愛がられていたゆえんで、何度か東京相撲への加入を決意したが、大阪相撲の看板力士であるために、教会首脳に拝み倒され、断念する結果となった。この事態が、数年後の横綱免許をめぐるトラブルの原因ともなる。若島が負傷によって、現役引退を余儀なくされた後の大阪相撲では、 最強を誇り、両手付きの威力は2発で、相手は土俵の外とまで言われ、東京相撲の立山峰上門を彷彿とさせた。大関だった沖戸は1908年6月場所から1909年5月場所まで3場所連続の急戦全勝優勝も記録した。この成績を見た大阪相撲は、1909年に吉田塚裂へ横綱免許の授与を申請したが、 吉田塚酒は、横綱免許をすぐに授与せず、同年11月に開催する博多での合併工業の結果で判断したいと回答してきた。大木戸は、この合併工業で3勝1敗3引き分け3、九という不本意な成績を残したことで、横綱昇進が遠のいたと思われた矢先、仲介者の後押しで大阪相撲は、吉田塚酒へ横綱免許の授与を再申請するが、 今度は、吉田塚先から申請書に、東京相撲の横綱による過半を求めた。当時、日立山によって大阪相撲の有力力士を、次々と東京相撲へ引き抜かれていた背景があり、大阪相撲は、東京相撲を毛嫌いしていたために過半に難色を示し、引退したばかりの若島の過半だけで申請を行おうとしたことで、 大阪相撲と吉田塚酒の交渉は決裂した。その後、大阪相撲は吉田塚酒を無視して、住吉神社と共謀し、1910年1月6日に大木戸に対する横綱免許を授与、大木戸は放納横綱土俵入りを行った。これを知った吉田塚酒は無断で授与した大阪相撲に激怒して、波紋を宣告したほか、東京相撲も、 大阪相撲に対して絶縁宣言を叩きつける大事件に発展した。このままでは、大木戸は非公認横綱とされるままだったが、1912年12月に大阪相撲は東京相撲、吉田司屋両者へ正式に謝罪し、大木戸への横綱免許の授与を改めて申請した。吉田司家は、大木戸の横綱撤回、今後、 大阪相撲が横綱免許を申請する際は、東京相撲の横綱は、下半を止めて、口添えを行うことを条件とした。大阪相撲はこれを承認したことで東京相撲も、絶縁宣言を撤回、大木戸の横綱免許が改めて申請され、すでに36歳で前世紀を過ぎたとはいえ、これで、ようやく公認横綱となった。しかし、公認横綱として、最初の、 本場所である1913年1月は5勝参敗、二級と振るわず、同年4月に、呉で開催された東京大阪合併工業では、東京相撲の伊勢の浜慶太郎との取り組み中に、めまいがしたという。さらに明るい場所で電気をつけようとしたために、眼科へ担ぎ込まれ、さらに、呉海軍病院で検査を受けたところ、脳一血と判明した。 すぐに手術を行って一命は取り留めたが、半身不遂になってしまい、このような状態では、現役続行などできるはずがないため、同年、5月場所と1914年1月場所を、全休したのを最後に現役を引退した。引退後は遠取り、港を襲名したが、病身で引退相撲も横綱らしからぬものになってしまい、健康面の改善も見られないことで親方としての、 職務にも支障があったため、1916年6月に廃業した。晩年は横綱屋という居酒屋を経営、またタバコの売店を営み細々と生活していたと伝わっており、1930年11月7日に脳卒中で死去54歳膀つ。死の直前には大阪医科大学附属委員に自身の解剖を申し出、意外は同院に検体された。 大木戸には最後まで身寄りが存在せず、墓の場所は現在でも判明していない。大阪相撲では、幕内最高優勝が10回あり、そのうち5回は全勝優勝だった。金骨隆々の体格で上突っ張りの威力は猛烈な、破壊力があった。また、右四つからの上手投げにさえを見せる一方で、怪力に似合わず巧みな前、裁きを見せるなど、 相撲的な相撲ぶりで大阪相撲最強力士とも言われた。幕内成績では、先輩横綱である若島健史郎の勝率優勝4回に対して勝率877優勝10回と前線しており、東西合併相撲で大阪相撲が東京相撲に比べて力量が劣ることが判明しても、立山ポエモンに5勝10敗5分、 駒ヶ岳国力に1勝1敗1を、荒井若亀之助に3勝など、大阪に大木戸割と有名を轟かせた。しかし、東京相撲の力士との対戦では若島ほどの成績を上げられず、これが原因で評価を下げることになった。大阪相撲の本場所における重量昇進以降の成績を示す。大阪相撲の本場所で若島に二度勝利したのは大木戸のみである。 三場所連続全勝優勝は、東京相撲、大阪相撲を通して、史上初で、2017年現在でも大木度のほか、双葉山正田寺、白鵬賞しか記録していない。1934年1月18日、関西日報。大相撲名力士百選、小島定寺長、秋田書店、東西合併相撲の対戦成績。 sumohima.web.fc2.com2021 年4月25日閲覧。若島、宮城さんは、東京相撲、大西木は、京都相撲からの遺跡である。AB 小島定時、横綱増氏日本相撲協会公式ツイッター。ありがとうございます。